まあなんかスマホとかで、うん、例えばシャメとかなんか面白いシャメとか変わったシャメとかすごいシャメ撮れてちょっと見てよ見てよみたいな時にお見せてって見た時に、うん、メールとか LINE 来るのなんかすげえ嫌でしょその間の悪さもお見せてもう LINE 来てるよみたいななんかねなんか LINE なんてポンって文字出ることもあるしなんか気まずいしな別にその大丈夫だとしてもなんかねはずいやつもあるしそうそうそう思わずこっちを目を背ける感じまあ逆もしかりですけど、うん、やられてもやる側も嫌でしょ、うん、あとまあ写メちょっとこれ見てよみたいになった時とかにどれどれ撮ってみるやつちょっと嫌じゃないあー分かるわもうとんいやまあ別に大丈夫だけど、うん、もしシュッてなって、うん、なんかね写真とか違うじゃないやつそうそうないよそう変なのないにしてもなんか嫌でしょ、うん、撮んねよこう見ろよと思ってこれをこう怖い怖いよいやそうこうな怖い怖い怖いそういう意味で脅かしてんじゃねえんだよこっちはでも嫌でしょ あれあれのなんかデリカシーのなさね、うん、分かるわこれ本当に丸山がそうじゃグリーンマンション、グリーンマンション、ね、丸山がそういうタイプじゃまあそうだろうなあいつ距離感バカなんでなんか知らんタバコ吸う時でもこんぐらいの距離だから火とかこうやってこんなあいつ偉そうなのこれ危ないでもこの辺でやるの煙全部こうそういうやつが本当一番バカですからね本当にマジでバカいやだからそうねこう撮らないでほしいですよね、うん、撮ってみてあげるあメール来てるわみたいになって、うん、いやなんか見てねえだろうなみたいな気にもなるし、うん、なんかねやっぱちょっとそのマナーというかいやでもそういうやつはもう治らないですよそういうのは絶対まあねまあ共感してくれる人もいるでしょうからね、うん、なるべくだからこうもうね取られないようにで取られないようにしてたらなんか怪しまれるでしょ変になんかああそう触んなやみたいな何言ってなんかあんのみたいな、うん、いいよもうしょうもねえんだよそんなのもこうやって見せねえ、まあ、いやそれでもこう取るやつ結構いるんですよあおるなおる取んなよ人のスマホ、うん、触んなスマホにまあ分かんないですけどこれは大事そうですそうですプライバシーが入ってますから ね、うんねお互いやっぱ気ぃつけないと本当に種で変わったりしますからね、うん、ちょっとした指でもう変わるもんですから、うん、そこは気をつけていただきたいですねそうですねこれは共感系の愚痴でしたからいいいいいいだいぶね前回のラッキーマンから落差ありますよその、うん、クソみたいな話からラッキーマンのクソみたいな話からいいよもう茶柱サーベルなんだっけ茶柱サーベル茶柱サーベルの話はいいんだよもう2週にわたってラッキーマンの話出したくないんあんな茶柱立ってるだいいめちゃくちゃラッキーだよ関係ないサーベルとして使うのいやダメだよじゃあ多分ダメだよそんなことしちゃう茶柱で戦っちゃう、うんだってあと勝利マンとかいますからねおるおる絶対勝つやつ絶対勝つやつ努力マンと努力マン友情マンもいますから兄弟ですから、うん、もういいよラッキーマンの話はでまさかの前回の動画撮った後ちょっとみんなで盛り上がりましたから、ねうん、ラッキーマンの話で、ね、たまたまラッキーマン世代がラッキーマン世代なんかねえけど別にラッキーマン世代なんかないけどでも夕方の一番いい時間にやってましたからねやってましたからね確かにね、ラッキーマンねアニメもありますので、うん、もしよかったら DVD とかなってるかもしれないんでねチーターが歌ってますからねチーターだけチーターが歌ってたんです確かに有名な人が歌ってる、うん、そうそうそう水前寺清子が歌水前寺清子さんがエンディングテーマ歌ってますんで、うん、もし DVD になってればラッキーマンの DVD もね、うんチェックしていただければと思いますねそうですね関係ねえよもうラッキーマンいよいよ、まあ、もしよかったらね、見ていただければとあ、八代亜紀だったあ、八代亜紀さんそうだ八代亜紀だオープニングですかね、うん、オープニング八代亜紀そうそうラッキークッキーもんじゃ八代亜紀もありますからね、うんもしよかったらラッキーワンもいますしねうん犬ね、うん、ラッキーワンもいますからねなんで井口マンもいますしねいねえよなんでよいいよ強引に落とさなくて途中でラッキーマン出てきた段階でもう落ちてるから大丈夫だそんなものは、もしよかったらラッキーマンとあとスマホのね気をつけてくださいよ、ね、そうですね、大事なもんですからね大事なもんですから、うん勝手に触んないようにしてくださいねね落書きしてる場合じゃないよラッキーマンブチラジの台本にラッキーマン書くなよなんでブチラジのおうまいビル山崎くんね得意ですからただブチラジの台本にラッキーマン書いてますからねあそうそう福耳なんだったそういえばめっちゃ福耳だそれでもよく覚えてるな細かいとこまで書けるんだよな誰でも書けるんだよデスノートも書いてますからねラッキーマンの人なんかよくね噂脚本は噂ですけどね噂なんじゃない一応噂みたいな感じらしいですけどねいいよもう漫画の話はそういう動画でね雑談配信してんじゃねえんだよ別に平日毎日愚痴を更新していますウエストランドの愚痴ラジぜひチャンネル登録してくださいちょっと一言お願いをねしてもらってあいやそうなんですよまあ愚痴は全部僕が基本的に喋ってますそうなんですこんな感じですから僕は隣にこいつを座ってますんでぜひチャンネル登録してみてくださいお願いします